住坂神社。住坂神社社号表です。一の鳥居、明神系鳥居です。神額には住坂社と書かれています。お邪魔いたします。神社前を流れる宇田川の河川敷は桜が満開でした。住坂神社様の創建は不明ですが、第10代崇神天皇時代に住坂の神と大坂の神を祭り創建されたと古事記や日本書紀に書かれていることから、西暦712年以前よりある神社となります。崇神天皇が創建したとすれば、創建は紀元前80年頃になるかもしれません。住坂神社昔話。昔々、第10代崇神天皇の時代、大和の国では流行り病が発生して、多くの人々が異世界へ旅立たれていました。天皇はどうしたらよいのかと、毎日悩み悲しんでいました。ある日の夜、天皇の夢に神様が現れて、赤い盾8枚と赤い矛8本を用意して、住坂の神をお祭りしなさい。それと黒い盾8枚と黒い矛8本を奉納して、大坂の神をお祭りしなさいと言い残し、神様は消えていきました。後編へ続く。二の鳥居、両部鳥居です。ここにも住坂神社社号表があります。御祭神住坂狼の説明があります。お邪魔いたします。後編の始まり。天皇は神様のお告げを守り、住坂の神と大坂の神に盾と矛を奉納してお祭りしました。すると流行り病も収まり、平和な大和の国に戻りました。毎年11月に昔あった神社の場所より赤い盾と赤い矛を持って時代行列が行われています。手水舎横に原江戸の神社があります。訪れる人の罪、汚れ、過ちを払い除くと伝えられています。御祭神瀬織津姫の御事、早秋津姫の御事、伊吹戸主の神、早さすら姫の御事、参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。手水舎です。
大鳥居、両部鳥居です。神額には住坂社と書かれています。狛犬様です。お邪魔いたします。広い境内です。奥は駐車場になっています。尋問と思われます。遅くなりましたが、住坂神社は昔はこの地ではなく、ここより1キロメートルほど離れた天の森公園にありましたが、西暦1449年9月28日にこの地にお引越しされています。狛犬様です。尋問前に石橋があり、結界になります。尋問天井には迫力ある龍の絵があります。御祭神、雨の水なか主の神、高結びの神、寒結びの神、いざなぎの神、いざなみの神、大物主の神。拝殿になります。御神徳として、厄除け、地鎮、包囲よけ、病気平癒、交通安全などになります。参拝します。皆様もよろしければ、一緒にどうぞ。少し見えている本殿ですが、西暦1864年に春日大社様より譲り受けたものになります。境内社、天神社、市木島神社、菅原神社、恵比寿神社、こんぴら神社、愛宕神社、稲荷神社、八幡神社になります。神明系鳥居です。御祭神、大山積みの神、山の神様になります。
お邪魔いたします。大山積神社。お邪魔いたしました。竜王宮に向かいます。狛犬様です。お祭神三つ輪の目の神。明神系鳥居です。三つ輪の目の神は水の神様になります。お邪魔いたします。ご神徳として寄雨、止雨、止水、商売繁盛、安産、子宝などになります。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。住坂神社御神水。奈良県より名水として認定されています。持ち帰ることもできるみたいです。お邪魔いたしました。牛の像があります。天満宮？調べましたが分かりませんでした。お邪魔いたしました。大鳥居より少し降りたところにトイレがあります。お邪魔いたしました。お邪魔いたしました。宇田川にかかる神社前の赤い橋から見た神社になります。
橋から見る神社も綺麗ですよ。牛源本店様の横を通ったら、コロッケが美味しそうでしたのでお邪魔しました。店内になります。ビーフコロッケ美味しそうです。ごぼうコロッケもあります。家に帰ってコロッケをいただきました。冷えていても衣がサクサクで、少し懐かしい味のコロッケでした。カマンベールコロッケはお酒に合うかもです。ごちそうさまでした。本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。